うんうん惜しいって感じですかねはい小林です皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、ようやくですね暑い暑い毎日がなんかこう終わったかなみたいな雰囲気出てきましたよね夜とかも まあ、そもそもこうね日没もめちゃめちゃ早まりましたからね6時ぐらいからもう暗くなってで割と7時になってくると肌寒いみたいな日が増えてきましたいやーもうね秋冬がめちゃめちゃ楽しみというか秋冬ファッションやようやくできるみたいなテンションの高まりを感じております そんなですね秋冬ファッションの、まあ、モチベーションが今高い中で、えー、ユニクロ U の2023秋冬の情報が解禁されましたね皆様見ましたでしょうかということでね本日はですね、まあ、ユニクロ U のルックブックや全体の商品などもラインナップも、えー、一緒に見ていきまして、まあ、最終的には、ね、小林的、ね、おすすめを 3絞って紹介したいいと思いますなので、最初は、まあ、ざっくり見て、最後にこれを僕は注目してますっていうことで、2本立てでお送りしますので、何卒よろしくお願いいたします。一応ですね、まあ、こんな、あの、YouTuber な感じでやっているんですけれども、本業は、あの、 都内セレクトショップで、えー、ショップマネージャーとバイヤーをやっております小林と申しますすごい改,め改まった紹介になってしまったんですけれども、うん まあそういった今までのそういう一応アパレルの仕事について8年目とかにもなりますのでまあそういった経験なんかも踏まえたお話ができたらなと思いますねなかなか YouTube もやって都内セレクトショップのショップマネージャーバイヤーやって8年アパレル充実しているっていう、まあ、経歴ってねいないのかなと思うので あの参考にしていただければ幸いです、はい、では早速見ていきましょうかはい年内までにチャンネル登録者数1万人を目指して活動しております皆様に楽しんでいただけるコンテンツ作りに励んでまいりますので何卒とぞチャンネル登録よろしくお願いいたしますではルックをざっくり見ていきますがいやまあ今回のルックも可愛いいっすね もうコーデがやっぱりうまいですわ。もううまいってなんかあの何様だって感じなんですけれどもすごいあの可愛い,いかっこいいっていう言葉が連発してしまうようなあのルックでございます。全体感見るとですね、えー、ちょっとやっぱりこう秋っぽい あの、ちょっとこう、くすみ赤みたいな色が目立ちますね。くすみ赤とか、オレンジとか、ベージュとか、やっぱり暖色系は目立ちますね。 その中で濃いブラックっていうよりも汗たあのブラックだったりとかグレーとかそういった色味でちょっとこう締めているような色のラインナップなのかなと思いました。うん、なんかワクワクしますね。まあ小林的お気に入りコーデを紹介しますとですね。うーん、どれですかね。まあこれとかも好きですね。 ニットにニットのマフラーとしかも B にしちゃうっていうもうニットニットニットの組み合わせは個人的には好きですしかもこれ色味もねカーキで揃えていてうんやっぱりこういうコーディネートは憧れますよねニットニットニットしかも全体の色はまとめるっていうでそれが黒じゃなくてカーキっていうなんかアースカラーをチョイスするところも素敵ですよね うん、なんか、こういうオールアースカラーなコーディネートは今年ちょっと挑戦したいなと思いました。あと気になるルックとしてはですね、これなんかもういいですよね。タートルネックの 上からツイルオーバーサイズチェックシャツを着ております。うん、チェックですね。よーく見るとチェックで、で、これも先ほどのコーディネートと同じように、色味がちょっと暖色系。まあ赤が中心ですよね。あの、くすみ赤を中心とした、 こういうのもね、いいですね。なかなかこういう色は、あのアイテムとしては持っていないので難しいんですけれども、この色味のまとめ方っていうのはすごい参考になるなぁと思いました。あと、このシャツの下にタートルネックを噛ませるこなしもいいですよね。 タートルネックの上からシャツ着るっていうのは、まあ、よくあるコーディネットではあるんですけれどもなんか意外とできてなかったんですよよく見ててやりたいなと思ったんですけどできてなかった組み合わせでというのもなんか白とそのブルーのシャツの合わせで色のこうコントラストが出ていたんですよねで今回のユニクロ U に関しては色味がまとめているまとめてあげることで このタートルネックシャツの組み合わせが結構やりやすくなるのかなと思いまして、すごく参考にしたいコーディネートだと思いました。まあそんなところですかね。ルックはそんなところで、商品。商品行きましょう。商品一覧はどこだ商品一覧に行きます。では商品一覧ですね。いやーなんかなんだかんだワクワクしますね。ユニクロ U は。 はい。アウターですね。アウターは4型あります。まあ、ピックアップするとすると、このパテットボリュームジャケットですかね。えー、ナイロンのパテットジャケットなんですかね。マットな質感のナイロン素材ということで、この、あのー、マット感の、えー、マット感強いナイロン、いいですよね。サラサラっとした。ツヤツヤしたナイロンだと、ね、なんか、 なん、うん、みたいな感じになってしまうので、このマットな質感はいいですよね。ちょっと気になる点としてはですね、この首の高さですね。スタンドカラーのアウターっていうのは、あの、ここ最近トレンドとしても人気は高いんですけれども、この パテトボリュームジャケットの高さは割とやっぱり人は選ぶのかなと思います首がちょっと短いなぁと思われる方は挑戦しにくい高さなのかなと思ったりもしました開けて倒せばなんとか切れるんですけどでもなんかこういうのってね立てていきたいじゃないですかまあそこはちょっと高さは気になりましたね うーん少々レディースっぽいのかなっていう印象です。はい。では続いて、えー、続いて、次がニットですね。まあニットは結構3種類ともいいですね。気になります。 ニッットトオーバーバシャャツジャケットでございます初めてのデザインなんですかね、えー、シャツ型のニットでございますうんこれは良さそうですねうん、うん、バランスもいいですよねボックスシルエットすぎず、えー、いいシルエットになっているのかなと思います 裾はリブにはなっていないですね。ただ生地が切り替わっているだけです。色は黒。あー黒もかっこいいですね。ちょっと光沢感があるんですかね。光沢感の光沢感が出るような、えー、マーセライズド、ね、加工されてますね。うん。ウールアクリルっていうこともあって、しっかりこう弾力性もあってっていう感じなんでしょうか。 これは見てみたいですね。なんかこのサイズ感もいいですね。着用者は186センチの着用サイズ L ということなので、まあ、僕の身長であれば、あえてこう M サイズみたいなサイズ感で着て、少々ジャスト目で着るのもいいのかなと思いました。なんかユニクロあるあるなのかもしれないんですけれども、結構他メディアは その店頭に売っていないオンラインサイズ XL とか XXL を買いましょうみたいなオーバーサイズで着てみようみたいな提案されるんですけどそういう情報に驚らされるのではなくてあえてサイズをあのジャストで着るっていうのもいいのかなと思いましたはい続いてプレミアムラムローゲージセーターですねうんうーん惜しいって感じですかね 個人的には、このリブの仕様が、首元のリブの仕様ですね。首元のリブの仕様が、これ、縫い付けているんですよね。 うん、そうですね。おそらくこれは二重にリブがなっていて、それを縫い付けているタイプのものでございます。個人的には、この袖とか裾の仕様みたいに、編み立てる仕様が好きなんですよね。ちょっと首元のリブは、華奢にいってほしいというか。でも、あの、黒とかであれば、そんなにリブのボリューム感、首元のリブのボリューム感は気にならないのかなとも思いますし。 で続いてベストですねベストもすごいシンプルですうんこれはなんか1枚持っておいても良さそうなベストだと思いましたこれも L サイズですね少々分かりにくいんですけどこちらも幅も細めなリブが裾に入っておりますので腰でこう止まってくれるようなあのデザインになっておりますね続いてシャツは5型です 素材はブロードとツイルの2種類でブロードで言うと無地とチェックの2種類で、えー、ツイルに関しては、えー、とチェック大判のチェックと、えー、細かいチェックで無地ですツイル素材のシャツもあるんですねやっぱりブロードに比べるとシワ感っていうのも目立ちにくいのでおすすめな生地でございます 生地感みたいなああだいぶでも細かいツイール生地ですね起毛されているのかなあ起毛されておりますねなのでちょっとこうフランネル調のまあでもフランネルにまではいかないようなえー、起毛感なのかなと思いましたそうですねまあ買うのもいいんですけどちょっとこう季節感が 秋冬限定になってしまうところが、うーん、といった感じでございます。で、続いて T シャツ、カットソーですね。あ、先ほど、えー、紹介した、ルックの方で紹介したスウェットタートルネックシャツ、こちらですね。一枚でも着やすいように、えー、生地はカットソーではなくて、スウェットになっておりますね。で、スウェットは起毛されているのかなスウェット。 どの素材感。あ、えー、若干スウェットは肝をしてますね。あー、これも、そうですね。季節が、あのー、限定されちゃいますかね。うん。まあ、仕方ないですね。でも、このタートルの感じはいいですよね。着用しているのも見ると、あんまりこう、締め付けず、 ちょっとこうゆとりがある普通は折って着ると思うんですけれどもこのモデルさんみたいに折らずにくしゃくしゃっとさせて着てみたいえー、タートルネックだと思ったんですけれどもスウェット素材か普通にカットーでよかったなこれはっていった感じですはいすごいなんか個人的な要望の連続になってしまって申し訳ないんですけれどもはいでは続いてボトムスいきましょうか ボトムスもリラックスフィットジーンズ。そのユニクロ U のジーンズはやっぱり毎度気になっているんですよね。今回は結構ストイックにインディゴカラーがないですね。え単色デニムしかなくて、ブラック。このブラックもちょっと色あせたブラックって感じなんですかね。色味見てみたいな。うん、そうですね。色落ちしたブラックデニムの えー、ブラックデニム色落ちしたブラックデニムですねうん買うとしたらこのダークグレーいいですね洗い加工が施された、あのー、ブラックデニムいいんじゃないでしょうか続いて続いてなんかタックが入ってるパンツはあるんですかねワイドフィットチのブラシとジャージパンツセットアップ可能フリースジャージ ブラッシュド、ブラッシュドジャージパンツっては何なんですかね内側は肝加工で柔らかく、あーなるほど、スウェット素材ってことですかねなんでかっこよく言うんですかね <laughs> ブラッシュドジャージパンツ。スウェットとは言えずにジャージって言うんですね。あ、でも、このスウェットパンツ、あの、せっかくジャージパンツって言ってくださってるんですけど、あ、でも、あれが、んん スウェットじゃないのかななんかよくわかんない素材ですね。すいません。ちょっとスウェットじゃないですね。スウェットではありませんでした。ジャージ素材なので、編み立てているわけではなくて、うーん、ちょっとこれは見てみないとわからないな。 あれなんですよ。ジャージって言うとニットを想像するんですけどあの平織りで伸びる生地のこともジャージって言ったりするのでちょっとこの画像からはどういう素材なのかはわからないですはいではパンツはでもあれなんですね綺麗めなパンツはないのかなフリースジャージこれもジャージですもんね 綺麗めなパンツはこの一種類のワイドフィット知能しかなさそうですねそう。ちょっと個人的にはタックが入ったパンツが欲しかったんですけれども、残念。でもこの知能、ワイドフィット知能も良さそうですね。うん。これも良さそうです。ベージュとか普通にいいですね。では、そんな感じですかね。ちょっとグッズは、うん。 ふふんふんって感じなので、えー、この辺にしたいと思います小林チョイス小林チョイスということで、えーまあ、小林が気になったアイテムを3つ最後に紹介して終わりたいと思います、えー、小林的に気になったアイテムはですねまず一つ目、えー、こちらですね はい。ニットオーバーシャツジャケットでございます。うん。これはおそらくブラック買っちゃうかもしれないです。で、少々サイズは、あの、いろいろ着てみて、オーバーサイズになりすぎないように、サイズ感は選んでみたいなと思います。と言って、大きいの買っちゃったりするかもしれないんですけれども、まあ、それは、あの、お楽しみということで。いや、楽しみですね。販売が。 ね、続いて2つ目小林家気になるアイテムがこちらですねプレミアムラム V ネックベストですもうなんかこれは持っとけばいいだろうみたいなあの感じのクオリティとデザインだと思うのでこれもちょっと見てみたいですねうんなんか持ってたら絶対使うというかシャツの上からもうね着ちゃえばそれっぽくなってしまうので これも気になるアイテムでございます、えー。3つ目がこちらのリラックスフィットジーンズでございます。で、えっ、ー、と、色は、えー、このブラックですかね。ブルーもいいんですけど、ちょっと鮮やかすぎるかな。色落ちしたブラックデニムの色味が非常に気になります。で、このシルエットもいいですよね。綺麗 目っていうよりかは若干こう腰元にゆとりがあってあのワーク感が感じられるようなシルエットになっておりますねうん、これは良さそうですねはい、ということで僕が気になるアイテムはこのリラックスフィットジーンズと ニットオーバーシャツジャケット。あとプレミアムラム V ネックベスト。この3つでございました。こうやって予習をしといて、いざ行って、あの、あんまりね、なんかユニクロご、あの、人も多いので、長居したくないんですよね。ささっと見て、ささっと帰るっていう作戦で <laughs> 行きたいと思います。 で、また買ったらですね、YouTube の方であの紹介しますので、えー、そちらもお楽しみにしていただきたいと思います。ぜひですね、皆さんの気になるアイテム教えてください。なんか、その皆様の意見を聞いて、僕もあの参考にしたいので、コメントお待ちしております。もし、この動画が気に入っていただけましたら、高評価ボタン、何卒よろしくお願いいたします。えー、それでは次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。